オーバーシュプレー・バルトラウジッツ軍は、ドイツ連邦共和国ブランデンブルク州南部の軍で、ある。隣接する軍は、西部で、エルベイコール・エルスター軍、北部で、ダーメイコール・シュプレー・バルト軍、東部でシュプレー・ナイセ軍、南部で、ザクセン州のバウツェン軍、マイセン軍である。オーバーシュプレー・バルトラウジッツ軍は、ブランデンブルク州南部、北緯十六度統計十六度に位置し、標高は、 海抜56メートルから201メートルである。軍内で最も高い山は標高201メートルのクッチェンベルクであり、州内でも2番目に高い山である。軍の領域はラウジッツ地方をきれいにまたがっている。南部はオーバーラウジッツでラウジッツ産地が始まり、中部はクロエルスター川の川床とラウジッツ境界兵器がある。ニーダーラウジッツ、北部には上部、 シュプレーバルトが広がる。現在のオーバーシュプレーバルトラウジッツ軍の地には、第二次世界大戦敗戦の1945年まで、プロイセン王国、プロイセン州のホイアースベルダ軍、カーラウ軍、リーベンスベルダ軍が置かれていた。東ドイツ時代には1952年に、これら3軍から、ゼンフテンベルク軍が編成され、コトブス県に属した。 ドイツ最統一の1990年、当時のゼンフテンベルク軍内では、僅差ではあるが過半数が、ザクセン州への帰属に賛成したが、軍議会は、これとは逆の決議を行った。オーバーシュプレーバルトラウジッツ軍は、1993年、ブランデンブルク州軍改革の一環として、カーラウ軍、ゼンフテンベルク軍、バートリーベンスベルダ軍の一部から編成された。下の表は、 オーバーシュプレーバルドラウジッツ軍の人口動態を示している。数値は統計時の軍域によるものである。出典、ランドスピトリエブフィアデイトンバーハーベーチューングウント、スタタスティック、ブランデンブルグ出典、ベルリン・ブランデンブルク統計局、ブランデンブルク州建設交通局、ベルテルスマン財団による詳細なデータは、ウィキメディアコモンズのポピュレーションプロジェクション、ブランデンブルグにある。 軍長2010年に無所属のジーグルトハインツェが軍長に当選した。軍で初の直接選挙による軍長であり、州内でも唯一である。軍長はゼンフテンベルクのベルクバウハウスに置かれている。2014年ブランデンブルク州地方選挙による議席配分は以下の通り。セディ、フライエ WG、バウン、FDP とフライエウォーラー、グランは、 各の統一会派を形成している。出典、ウォーラージブニッサ、ブランデンブルグで紋章は1994年11月25日に承認された。紋章記述、金と青で分けられ、爪と角が描かれず、歩行する赤いおしは、尾が背中の上に伸びている。下部は3つの突部の金のノコギリ壁で、金色の盾がつき、その中には黒のライオンが直立する。 軍内のアムと都市、町村の紋章は、オーバーシュプレーバルトラウジッツ軍内の紋章一覧を参照。オーバーシュプレーバルトラウジッツ軍の旗旗は白、赤、白の横三色機で、中央の赤い部分には、軍の紋章が付く。グロースレッシェン、ラウフハンマー、シュバルツハイで、ゼンフテンベルクにある、経済拠点は、ブランデンブルク州内に15カ所ある地域経済。 成長拠点の一つとなっている。こうして指定を受けた将来性のある分野が助成されている。道路、鉄道路線、地域路線、貨物線、貨物線以前はこの他に、活端の露天掘りの採掘場から発電所までを結ぶ、炭鉱軌道が縦横に張り巡らされていた。公共交通、公共交通は、オーバーシュプレーバルトラウジッツ交通企業によって運営されている。 バス交通は、南ブランデンブルク近距離交通と、その他の民間企業によって運行されている。ゼンフテンベルクとリュベナウの市内交通は、SBN が、ラウフハンマーでは、デア・ニーダー・ラウジッツァー社が運営している。2003年自治体領域改革の決定により、軍内には25自治体があり、うち9つは都市である。2008年の決定により2自治体が公式に二言語表記を、 定めている括弧内社体は公式の定置ソルブ語名称である。括弧内は2019年12月31日における人口である。1994年1月1日以来、識別記号のオスルが割り当てられ、使用されている。2013年3月15日からはこれに加えて、CA、SFB が利用可能となった。 A.B. ベボケルウング・イムラント、ブランデンブルグナーハンツフライン・ゲメーンデン、アンターンウント・ゲメーンデン31、デトセンバー2019、アーガブ・ニッサデア・ランドラッツェワラン・ A.B.2010、ベイラン、ブランデンブルグ、デハット、ワッペナンガベン・アウフデム・ダイオン・セリスタンス・ポートル・デア、ランドスバー・ウォルンデ・ランディス・ブランデンブルグ・ハット、アンツ・ブラット・フュア・ブランデンブルグ、19。ありがとうございます。